パパもさ、撮影見に行ってもいい？あいた密着してもいい？ママ、違う。これ、ひかちゃん。皆さん、こんにちは、ゆりなです。どこいる？今日は、ファンファンファンという広島の子育て情報誌の紙面に載れるオーディションにやってきました。もしね、オーディションに合格した時には雑誌の表紙とかにもなれるみたいです。もう表紙目指して頑張ろう。プロのカメラマンさんがニコちゃんを撮影してくださるということで、今日はニコちゃんもドレスを着てやってきました。お洋服選ぼっか。早速かわいい。かわいい。え、かわいい。カメちゃんちゃんの勝負服は暗めのトーンのお洋服が多いよね。黒とかで最近買ったのはこれなんだけど、まあ、ニーナのお洋服、これお気に入り。色違いで何個か、長袖とかもある。そう、ドレスに可愛い。ドレスいいね。秋だけね。そうだね。白っていうよりはちょっと暗い目の色がいいかな。これにする。うん、絶対それがいい。よし、決めた。準備だ。よし、急げ急げ急げ。さ、撮影のさ、ポーズ決めとこう。ポーズ、何のポーズができるかな。ピースはできるよね。あくび。可愛くなったね。可愛くしたんだね。ピースは？ドレス似合ってる。いい感じ、いい感じ、いい感じ。ほら、ミッキー踊ってみた。ね、ママ、パパさ、スーツ着てた方がいいかな。スーツ？スーツ大丈夫ですか？スーツは着なくていいよ。今日は表紙を撮るというよりは、ニコちゃんがモデルとしてどんな表情をしてくれるのかっていうのがすごく楽しみでやってきました。ミータンさん、めちゃめちゃ最近喋るけんさ、ちょっと混ぜた表情とかもなんか撮れそうで楽しみになってきた。パパもさ、撮影見に行ってもいい？あいた密着してもいい？ママんちや、ママんちや、ママんちや、ママんちや。楽しみだね。それでは、レッツゴーゴー。ゴーゴー。教えてあげよう。あ、違う違う。あれ？リータ、5番開けて、5番。開いた？それ開けてもいいところだった？いいだいいだいいだ。全部開けようぜ。必死に開けようぜ。ありがとうございます。ありがとうございます。ママ、ママ、大丈夫よ。ありがとう。ちょうだい。パパちょうだい。うん。パパちょうだいよ。ここ。ポーズの練習して、ポーズって。うん。ポーズの練習して。よしよし、あ、よしよし。可愛いね。ちょっとまだ怖いね。バイバイ、バイバイ。パパちょっとサイズが入んないわ。あ、上手。ありがとうございました。上手、すごい。しょうがないんだよベイベー。
スマイルの練習しよう、スマイルの練習。ゆうちゃん、スマイルください。あれ見て、その剣どうしたん？ビヨーンって伸びるやん。危ない危ない危ない。はい、撮影終了してきたね。終了しました。無事に。楽しかった ね。ニコちゃんどんな表情しとったかね。笑うかなっていうので必死で、あんまりニータの表情に注目できてなかった。楽しかったね、撮影自体。ニコが一日楽しそうに過ごせたことが一番。データが来たらね、ママの方のインスタグラムにアップされると思いますんで、ぜひフォローお願いします。はい、この笑顔をと、あるあるかもしれんね。この撮影の時だけ緊張してちょっといつもの表情できないっていうね。今日の撮影でのニコちゃんの様子は9月5日に発行されるファンファンファンという雑誌に掲載されますので、皆さんぜひチェックしてみてください。お願いします。お願いします。この動画がいいねと思ってくださいましたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。